恐怖による支配も嫌いじゃないんだよね。やっぱり恐怖による支配の方が良かったかな。そう思うだろ。今君がしようとしていることをしてしまってね。さすが大和隊長。僕が一緒で良かったでしょ。しつこいってばよ。何か？了解だってばよ。よろしい。明石先輩、ずるいっすよ。ここは神聖な場所じゃなかったんですか？バカ野郎、この野郎！できなかった人は、ちゃんと復讐するようにね。